全国的な寒波をもたらしている寒気の影響で、今朝の道内は冷え込みが強まりました。札幌は最低気温がマイナス12.6度と、今シーズン一番の寒さとなりました。また、上川の幌加内町や和ッサム町、旭川市の江丹別などでは、今シーズン初めて最低気温がマイナス30度を下回り、 いずれも12月としては観測史上一番の寒さとなりました。